内科医竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、河原とここの診療所、院長内科医竹尾と申します。この放送では医療にまつわるちょっとエクリティスす小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今週はですね、えー、先日の、昨日ですね、10月20日が、 世界骨粗しょう症デーということで、骨粗しょう症に関する話題をですね、今週一週間やっていこうというふうに思っておりますけれども、毎週月曜日はですね、興味津々資料ということで、役に立つ資料やサイトをご紹介しております。で、今日ご紹介するサイトはですね、えー、厚労省の健康寿命を伸ばそうスマートライフプロジェクトっていう、私こんなプロジェクトがあったことを初めて知りましたけれども、その中の一つに、えー、骨かつ、 骨活じゃなくて、これ多分骨活と読ませるんだろうと思うんですけれども、のすすめっていうようなサイトがありましたので、これをですね、一緒に読み解いていきたいと思います。ちなみにですね、この吉方、ああ、ひろみ先生とお読みするのかなも、興味津々しております。はい。えっ、ー、と、吉方ひろみ先生と学ぶ骨粗症,症症予防っていうことで、まあ、主に予防の話ですね。はい。これを一緒に見ていきたいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、これ結構ね、ボリューミーで、あの、今日は基礎編のパート1の 骨活はなぜ必要なのっていう基礎編のところだけ一緒に読んでいこうかなというふうに思います。ちなみにですね、これ YouTube もありますんで、YouTube もね、もし、あの、活字が嫌っていう方いらっしゃったら、そちらの方でご覧いただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、それでは、まあ、ちょっと文章を読ませていただきますけれども、少々と聞くと、高齢者がなる病気だと思っていませんか実は食事で、えー、必要なエネルギー量や栄養がとれていなかったり、運動不足や睡眠不足だったりすると、骨の成長が阻害され、 えー、骨密度ですね、えー、を増やすことはできず、重大であっても骨折しやすくなることもあります。正しく知って、今日から対策を行いましょうっていうことになってます。で、えっ、ー、と、その下のですね、この詳しくはこちらっていうところをクリックすると、お、サイトが開くような仕様になってまして、えー、そちらを開いていただけたらと思うんですけれども、まずは、えっ、ー、と、この知っておきたい基礎知識っていう部分ですね、はい、にいろいろ書いてあります。えっ、ー、と、 まあちょっと、あの、これ全部は読みませんけれども、特に女性ですね。えー、女性に関しては、この下のグラフにあるように、この年齢別エストロゲンの量と骨密度っていうことで書いてありますけれども、女性ホルモンの量ってですね、この、まあ、あの、青年、青年期っていうか、あの、その、20代から40代後半ぐらいにかけてが一番多くって、で、そこから急激に、えー、女性ホルモンが下がって、まあ、これ、いわゆる更年期っていうやつですね。はい。で、そこから、あ下がっていくっていうような、 ああ、グラフになるんですけれども、それとですね、骨密度のグラフっていうう二つなんですね。骨密度も、だいたい二十歳か二十歳過ぎぐらいのピークに、えー、若い時が一番骨密度を、前は骨が一番強くって、ただそこからね、どんどん落ちていくっていうことになるんですけれども、特にですね、この女性に関しては、あエストロゲンとですね、えーと、骨の代謝ですね、が非常に関わっていてですね、この平型のところで一回こうガクッとなってるじゃないですか。これがね、あの非常に あの、注意すべきところなんですね。で、まあ、そこから、あの、さらに下がっていくっていう感じになるんです。なので、えっ、ー、と、まあ、この、まあ、一番初めの、その骨密度、若い時の骨密度をいかに高めるかっていうこととですね、あと、閉経後にどういうふうに維持していくかっていう、その二つがね、非常に大事になってきますね。はい。で、 えっと、骨粗症症の原因としてですね、まあ、他にもいろいろあって、一、まあ、つはね、痩せ型の体型ですね、えー。特に接触障害のね、神経性痩せ症の方とかですね、あの非常にね骨量が低下してあの、若い方でもね、圧迫骨折が起こったりするんですけれども、こういうのはありますし、あとは月経不順とかですね、あと妊娠出産ですね。はい、これもあ、あのー、骨粗症症の原因になったりすることがあるというふうに言われています。はい。で、 で、ここからですね、予防対策っていうことで、昨日のね、実はコメントにも予防をどういうふうにしたら予防できますかみたいなコメントもいただいていたんで、まあ今日はその予防の部分を中心にお話しできたなというふうに思うんですけれども、まあ大きく4つありますね。あまあ、3つかな。まあ3つプラス検診っていう感じですね。えー、1つが食事。もう1つ目が運動ですね。で、えー、3つ目が生活習慣っていうことで。 超当たり前っていうか、まあ、これ骨粗症に限らずですね、あの、どんな病気でも大体この3つ出てくると思うんですけれども、骨粗症でもこの3つが大事っていうことになっていますね。はい。で、えー、特に食事に関してはですね、まあ、やっぱり一つはね、バランスよく食べるっていうのが、まあ、非常に重要なんですけれども、まあ、中でもカルシウムですね。まあ、カルシウムが不足している方がね、非常に多いっていうことで、えー、まあ、カルシウムをしっかり取っていくっていうことは非常に大事で、まあ、この辺はね、だから、 あの、明らかに足りてない方はサプリを補うっていうのは僕はありかなと。まあ、ビタミン D もそうですけれども、あの、まあ、食事で取れる方はね、全然いいんですけれども、食事で、えー、不足してる分をサプリメントで補うっていうのは、まあ、一つの方法かなというふうには思いますね。これ予防の場合ですけどね、あの、すでに骨粗症症がある場合はね、全然ちょっと話違うんですけれども、予防としてはありかなというふうに思いますね。で、 えー、二つ目は今ちらっと話し出してしまいましたけども、ビタミン D っていうやつですね。ビタミン D ですね。これね、実は腎臓も非常に大きく関わってるんですけれども、おまあ、この、あとの生活習慣のところにも出てきますけれども、日光に当たるっていうのはね、非常に大事なんですよね。はい。あの、日光浴。 魚やキノコで補いましょうって書いてありますけれども、あの、日に当たらないとですね、ビタミン D っていうのはちゃんと活性化されないっていうのになってまして、これも非常に大事ですね。あとはビタミン K ですね。はい。えー、この辺がね、まあ非常に大事なんですけれども、まあ、あ何もかくにも、とにもかくにもですね、えー、バランスよく食べるっていうのが非常に大事で、えー、なんか、こう特定のものだけ食べるとかっていうのはね、一重しく特定のものだけ食べるっていうのはあんまり良くないですよね。はい。っていうのが食事です。 で、えー、二つの運動ですね。まあ、運動も、まあ当然ですけれども、非常に大事で、特にね、この、重力がかかるような運動をですね。えー、心はかかと落としっていうのが書いてますけれども、かかと落としをやって、えー、その骨に、こう、なんだ、わ、わざとに圧をかけるみたいな、そんな感じのものですね。あの、ジャンプも書いてありますけど、まあジャンプできる方はジャンプでもいいですし、あとは別にね、かかと落としじゃなくても、普通にね、歩いたらいいんですね。歩いたり走ったりするっていうのだけでもね、あの、骨に負荷を与えられるんで、 はい。まあ、そういうような運動ですね。だから、逆にね、その運動って言っても、例えば、なんでもいいですけど、自転,自転車こぎとかですね。あとは、何ですか、水泳するとかですね。まあ、これもね、全然悪くはないんですけれども、これだとね、あんまりね、こう、重力がかかりにくいんで、あの、そういうよりかは、普通に、こう、歩いたりする方がいいかな、というふうに言われてますね。はい。っていうのが、運動ですね。 で、三つ目が生活習慣ということで、まあ、先ほども出てきました。日光浴ですね。あの、この日の光を浴びるって、まあ、本当にね、短時間で全然いいんですけれども、あの日の光を浴びることで、このビタミン D っていうのは、ちゃんと骨に作用することになってくるので、まあ、この、お、まあ、一週ね、家に困ってるっていう方あんまりいないかなと思うんですけれども、まあ、適度にね、日光浴するっていうのは非常に大事ですし、あとは、 あとはね、これ禁煙ですね。ここでもね、またタバコ出てくるんかって思う方いらっしゃるかもしれないですけれども、タバコはね、あの、実はコスト少々よりもね、非常にマイナスに働くんで、あの、タバコ吸ってる方は、即禁煙をお勧めするっていう、そんな感じですね。はい。まあ、この辺の生活習慣も大事っていうことです。はい。 で、あとはですね、意外とですね、やっぱり自分がね、骨量、骨密度をどれぐらい持っているのかって知らない方ってかなり多いかなというふうに思いますね。で、まあ自治体によっては、あとは人間ドックとかではですね、この骨粗少々の、まあ骨密度を測る、のをのセットでやってくれるところとかあるじゃないですか。だからそこでね、あの自分の、 骨密度を知っておくっていうのも非常に大事かなというふうに思います。あの、骨密度に関しても、まあ、他の生活習慣病、例えば血圧とかですね、糖尿と同じような感じで、あの、症状ないじゃないですか、基本的に。はい。で、えー、骨折してから初めて、あ、私は骨弱かったのねってわかるっていう、そんな感じになるので、あの、ぜひね、一度データとしてですね、その自分の骨量がどれぐらいあるのかっていうのを見ておいていただくといいんじゃないかなというふうに思います。 はい。ただまあ、これもね、ちょっとコスト少々のね、骨密度の測り方っていくつかあってですね、えっと、この40代、50代、下の方に行くと40代、50代編のところに書いてありましたけれども、骨密度の測定法ってね、このデキサ MD 超音波法っていうのが、あの、有名なんですけれども、特にね、まあ、デキサ法はね、一番信頼性高いんですけれども、この超音波法、かかとで測るやつとかですね、これ結構ね、測定誤差って言って、あの、振れ幅が、 言ってあるんで、あの、まあ、ここら辺、まあ、検診でね、やられてることが多いのはね、超音波法だと思うんですけれども、まあ、あくまで参考値っていう感じで、でも、ざっくり知るにはいい方法かなというふうに思いますので、知っておいていただけたらなと思いました。はい。ということで、で、その下がですね、こう年齢別になっていて、10代編、20代、あ、20から30代編、40から50代編、で、60代以上かな。はい。っていう感じで分かれて、 書いてありますので、ぜひともご覧いただけたらと思いました。はい。それでは、最後、心身じゃんけんに行きたいと思います。行きますよ。心身じゃんけん、じゃんけん。あ。ということで、今日も幸せな一日でありますように、お吐いてはないかいんでした。興味々、シンシ